ミロスラフ・バルニャシェフは、ブルガリアのプロレスラー。プロブティク州出身。絵にて、ミロのリングネームで活動している。ギャングレルや、劇種などといった往年の名レスラーたちが運営する、ノックスプロレスリングアカデミーにて、プロレスのトレーニングを開始し、2008年11月21日、NWPW にて、ミロスラフ・マカロフのリングネームでデビュー。エアリアルスターを相手に、 デビュー戦を勝利で飾った。2010年には、リングネームをバッシングブルガリアンに変更し、1月24日に VPW にて師匠であるギャングレルとシングルマッチを行うが敗れた。同年9月、WWE とディベロップメント契約を交わし、入団。2011年に、参加団体である FCW にてアレクサンダー・アルセフのリングネームでロスター入りし、 6月9日のテレビショーにて、マイク・ダルトンを相手にデビューして、勝利を飾る。2012年2月2日、ビッグ・ E ・ラングストンとタッグを組んで、FCW フロリダタッグチーム王座を保持するロトンズにプロレスラー人生において、キャリア初のタイトル戦に挑戦するも敗戦。以降、ラングストンとタッグを組んで活動するかと思われたが、同月23日に、 C.J. パーカージェイソン・ジョーダンに負けたことより、ラングストンとタッグを解消し、3月2日に離婚戦を行うが敗れた。同月15日より、コリン・キャサリを新たなタッグパートナーに迎え活動するが、これといった活躍をすることができず、7月より試合に出場する機会がなくなった。2013年1月3日、ハウスショーにて、キャサディとタッグを組んで久々に試合に出場。 8月21日には NXT テレビショーに登場。ドルフ・ジグラーを相手に対戦し、敗戦するも迫力のある試合展開を繰り広げた。同月28日には、スコット・ドーソン VS、エンツ・アモーレの試合において、アモーレのセコンドであったコリン・キャサディを襲撃し、勝利に一役買った。これをきっかけにドーソンとシルベス・タール法と関わるようになり、9月4日には、 テストマッチと題し、メイソン・ライアンと勝負をするが、ルフォーとドーソンの介入の後キャメル・クラッチを決めて、勝利し、正式に、ドーソンとタックチーム、ファイティング・リージョナーズを結成。アモーレキャサディとの交想では、個人の実力的には圧倒していたが、タック戦だったこともあり良い戦績は上げられなかった。10月より、ディーバのラナが試合中に現れるようになり、 同月30日にルフォーとタッグを組んで、アモーレキャサギと対戦した際に、ルフォーを襲撃して、反旗を翻した。これを機にファイティングリージョナーズから脱退し、ラナについて行くようになる。11月6日には、金で仲を取り戻そうとしたルフォーを瞬殺し、ラナをマネージャーに従えて、シングルに転向。2014年1月26日、ロイヤルランブル2014の、 ロイヤル・ランブルマッチにて6番目に登場。怪物的な力を見せるもキングストン、CM ・パンク、コーディ・ローデス、セス・ロリンズの4人から脱落されてしまった。以降、ルセフとラナによるプロモーションやマイクアピールを繰り返し、4月7日の RAW にて、ザック・ライダーと対戦して圧勝し、正式に WWE 昇格を果たした。同月14日。 NXT で構想していたウッズと対戦して圧勝するもさらに攻撃を続けたことでウッズの相棒であるアール・トゥルースにより因縁をつけられて構想を開始5月4日 PPV であるエクストリームルールズ2014にてウッズトゥルースを相手にハンディキャップマッチを行うが試合直前に2人を襲いウッズを行動不能にした上トゥルースにもダメージを与えた 状態で試合を始め、勝利した。5月より、リングネームをルセフへとマイナーチェンジし、ロシアの愛国者で、国籍も、ロシアへと移して、アメリカを批判するギミックへと変更。アメリカ出身のレスラーたちを相手に連勝した。しかし、ビッグ、イートの構想へと入ると苦戦を強いられたものの、6月29日、マネーインザバンク2014での直接対決にて、 スーパーキックからのアコレードで勝利した。ビッグ、イートの構想後、ロシア国家から勲章を与えられるスキットが行われ、勢いを拡大。7月14日、RAW にて、リング上にて、マイクアピールしていたところを、リアルアメリカンを自称するジャック・スワガーとゼブ・コルターから、標的とされるようになり、アメリカ対ロシアの構想へと発展。7月20日、 PPV であるバトルグラウンド2014にて、スワガーと対戦し、関節技に苦しめられながらもスワガーを、鉄階段に激突させ、カウントアウトで勝利。続く、サマースラムでのフラッグマッチにて、アコレードで締め落として、勝利を得た。スワガー以降も、アメリカの威信をかけて戦うマーク・ヘンリーやビッグ、ショーと続けて抗争し、勝利を重ねた。11月3日、 RAW 終了後に WWE ネットワーク内で行われた WWE ネットワークスペシャルにて US 王座を保持するシェーマスに挑戦して勝利しプロレスラーとしてのキャリアにおいて初となるベルトを獲得した2015年3月29日レッスルマニア31にてジョンシナと王座戦を行う終盤にアコレードを決めるが切り返され シナへ追撃を試みるも、ラナへ誤爆し、たじろいでいる暇に、アティチュードアジャストメントを決められ敗戦。この試合において、WWE 昇格後初のピンホール負けを喫した。レッスルマニア31号、ラナと中田がを起こしラナは、ドルフ・ジグラーのマネージャーにつき、自身は、サマーレイをマネージャーに従えて、構想を展開した。2016年5月22日、 エクストリームルールズ2016にて、WWEUS 王座を保持するカリストに、挑戦。終盤にトップロープに立とうとしたカリストに対して、振り落とすと、リング中央へと引きずり体が反り返るほどのア憧れ道を、を決めて、ギブアップを奪い勝利。ベルトをダッシュした。2018年12月25日、スマックダウンライブで、WWEUS 王座を保持する。 中村信介に挑戦。勝利して、ベルトをダッシュ。2020年4月15日、WWE から解雇された。2020年9月、オールエリートレスリングと契約。新リングネームは見ろ。アコレード WWEUS 王者時代。ありがとうございます。